ついに分かってもうたかもしれません。そう、イム様はリリーなのか。どうも、トウヤです。はい、というわけでですね、今日もエッキーさんはいないんですけども、ちょっとね、もうすごい気になっとるんすよ、今週のジャンプ。イム様ね、もうすっごい大好きなわけなんですけど、五老星のトップであるイム様がついに喋りよったわけなんですよ。リリーもしくは女の人やったらね、リリーみたいな声かもしれんけども、まあ、とりあえず喋ってと。でですね、ただ喋ったのはええけど、このイム様っていうのは相変わらずですね、もう男なんか女なんかどんな能力使うんか、もう背がどれぐらい高いんか、どんな髪型してるんか、どんな容姿なんか、どんな服着とるんか全然わからないんすよ。もうなんか黒ずくめみたいな、コナンの犯人かみたいな感じなわけなんですけど、この最後のシルエットも中にこの映ってる部分が顔みたいに見えて気持ち悪いなとか思ったりとか、この目も不気味やでーとか、ミホークの目っぽいなとかいろいろ思うわけなんやけど、結局イム様について何も分かってへんのよ。ただな、今週のジャンプで新しい情報が出たわけじゃないですか。それが800年前のアラバスタの女王の名前、それがリリー。しかしリリーというのは世界政府によって抹消された存在なんじゃないのかと。そしてですね、巷ではもう言われまくってます、今これ、イム様はリリーなんじゃないのかと。つまりイム様イコールリリー説ですよ。これですね、小池チャンネルでも徹底検証していきます。今日果たして本当にイム・イズ・リリー、これが正しいのか、ライオア・トゥルーかどうかを調べていこうと思うわけなんですけど、まずですね、1084話を読んだらね、まあこれ当然気になる内容なわけなんですが、こちら皆さん覚えてますかね。これマシュー君がイム様の本名はネフェレタリ・イムなんじゃないのかっていうのを結構前に言ってたんですけど、それがですね、ほぼほぼ当たっとるんちゃうんかなっていう。いや、すごいよね。今回その考察がもうほんま正しいのかと。まあ、ストーリー的な考察とか、まあ、名前の由来的な考察とか、はたまた僕神話とかも好きなんで、この神話的な考察とかからもちょっと含めて話していこうと思うわけなんですけども、徹底検証したら、イムイコールリリーが正しいかどうか分かるんちゃうかなって思ったんですよね。で、僕このイム様関連で明らかに違和感ある描写あるんですよ。それが、イム様法。本当にイムイコールリリーなら、イム様法ってめっちゃ重要になってくるんですよね。なんで重要かっていう話なんですけど、まずこのイム様法って、まあ通称なんですけど、ルルシア王国を滅ぼしたバーッと落ちてきたやつないわけなんですよ。で、まあその時にレベリーに出席した石王とかも描かれとったから、まあここの時系列っていうのは、まあ、レベリー後の出来事だろうと。まあ、じゃあサボとかも、まあ、その光を見ていたから、まあ、ルルシア王国の近くにいたんでしょう。なんでこれはもうレベリーの後の出来事なんじゃないのかってことが確定的なんですよね。まあ、つまりレベリーの過去編見てるんですけど、作中ではこの後ルルシアを滅ぼしたんじゃないのかと。で、じゃあなんでルルシア王国だけがイム様法によって滅ぼされてしまったんかっていう話なんですけど、この理由って結局まだ分かってないんですよね。まあ、やっぱ普通に考えるとイム様の存在を見てしまったサボがルルシア王国に逃げたと思われるから、サボごとルルシア王国を消してしまおうっていうことだと思うんですけど、まず本当かどうかこれまだ分かってない段階なんですよ。ただですね、時系列的に言うと、やっぱりこのレベリーの後にイム様法を打ったと、これってめっちゃおかしいんすよね。だってルルシアよりも先に標的にするべき国があるわけじゃないですか。まあ、というのも今週のジャンプ、まあ、皆さん読みましたよね。コブラ、五老星と会ってイム様とまで会ってしまってるんですよ。で、800年前のネフェルタリ家女王リリーの行方とか、リリーについての質問をしてると。つまり、コブラもリリーについてはごまかされると思っとったんですよ。それに対して、D を話してるんですよ。その根拠になるのは、リリーの手紙なんですよ。アラバスタのコブラ王は、重大なことを知ってしまったって思うのが、当然のことやと思うんですよね。で、もう最後、超わかりやすく、イム様の姿まで見とるわけなんですよね。あんなん、見せる必要ないやん。だってイム様直前まで盗聴しとったやから、そのまま聞いといて、コブラが帰った後に姿を現せばよかったのに、わざわざ出てきたんですよ。これは、コブラに会いに来たとしか思えないんですよね。で、コブラ王が質問した内容によって、で、コブラは五老星もしくはイム様に殺されたんちゃうんかとか、先日お話したチャカとかペルとかモルガンズと協力してコブラが死亡を演出したんちゃうんかとか、世界政府が命狙われることになったからね、コブラが。まあ、そういうことを考えたわけなんやけど、五老星とかイムにとって、ルルシア王国よりも、まずコブラ、アラバスタを滅ぼさなあかんし、このリリーの手紙をまず消さなあかんのちゃうんかってことを思うわけなんですよ。で、リリーの手紙なんて、コブラが持ってるんかアラバスタにあるかなんて分からないじゃないですか。じゃあ両方滅ぼしててもいいよねと。ただアラバスタを
滅んだ形跡はないんですよ。だったらなんでアラバスタはルルシア王国よりも優先してされてないのっていう話なんですよね。じゃあもしイム様にとってこのアラバスタが大事な場所やったとしたら、消さない理由ってそれだけで十分になりません？そう、アラバスタを消したくない理由があるんですよ。ズバリイム様が800年前のアラバスタの女王リリーなんちゃうんかという、まあ、なんでそれでつりつまが合うんで、まあ、自分の故郷もしくはその故郷に何か大事なものがあるから消すわけにはいかないと、ここが繋がってくるんちゃうんかなと思ったんですよね。実はこのリリーという名前にも伏線って存在したんですよね。まあ、僕ジャンプ界の時にもアマゾンリリーとか話したんですけど、今回話するのはまずこの今週のジャンプと908話の描写、これイム様が出てきた時ですね。これイム様が普段パンディア城内の花の部屋にいるよってことが分かったんですけど、ここで注目してほしいのが、見てこれ、白星の写真に突き立てていた剣なんですよね。今週号ではこれコブラの口から、だがアラバスタは違う、当時の王であったネフェルタリケの女王リリーは最初の20人に名を残しつつも天竜人にならず、アラバスタに戻ったことで今のネフェルタリの名は祖国によって残り続けた、よって正確には玉座を囲む武器は19本しかないということがあるんですよ。さっきの件これすごい重要じゃないですか。以前から空の玉座には実は19本の剣しかないってことは言われてたわけなんですけど、それはアラバスタが下に降りたから、正解に降りたからやってことが今回分かったわけじゃないですか。じゃあネフェルタリ家のこの20本目の剣は今どこにあるのっていう話なんですよ。どうやらコブラの話によるとアラバスタにそれがあるような雰囲気の話し方じゃないと。思い返してみると空の玉座を囲むこの19本の剣、この剣たちとですね、908話で白星の写真に突き立てられている剣の見た目が似てるんちゃうかなと。完全エピソードはいかないんですけど、ね、俺らの知ってる大好きな白星姫に剣を刺してるってことは、その剣も注目されるじゃないですか。そうやって小田先生が印象に残したかったのは、これがネフェルタリ家を表す20本目の剣なんだよと、そういうことを言いたかったんちゃうんかなと思うんですよね。で、まあ、イム様がいるこの花の部屋というネーミングも意味深なわけなんですけど、実は巷にイム様少女説という話があるんですが、まあ、その根拠で実はリリーというのは百合の花という意味なんですよね。で、百合の花って花言葉があるわけなんですけど、この白百合やと純粋無垢威厳、あーすごいいい言葉やなと思うじゃないですか。でもイム様って皆さん白いですか？黒いっすよね。黒百合も花言葉は存在するんですよ。黒百合の花言葉は復讐、呪い。怖くないですか？白と黒でひっくり返すだけでこんなに恐ろしい言葉になるんですよ。イム様って真っ黒ですよね。で、白星とかルフィとか黒ひげとか意味あるげなメンバーじゃないですか。ポセイドン、ニカ、ロックスの石を継ぐ者、D の一族とか、黒百合の花言葉の復讐とか呪いに関係しててもおかしくないっすよね。で、またこのリリーの名前は花の部屋だけじゃなくてですね、実はイム様がいる聖地マリージョアのこのパンゲア城自体にも繋がってくるんですよね。これどういうことかというと、パンゲア城のモチーフになってる城があるんじゃないのかなってちょっと思ったんですよ。で、調べてみたら、フランスにあるこちら、シャンボール城なんじゃないのかって言われてるんですけど、実はこれ12世紀のフランス王家では、百合が正式なシンボルとして、紋章として採用されとったわけなんですよね。で、この紋章は、フルールドレスって言われてるんですよ。いましたよね、ドリス。昔、阪神に。違う。いますね。これですね、当時のフランス王国の盾とか紋章級に掲げられてたわけなんですけど、このマーク、皆さん、どっかで見たことありません？これ見て、ほら、あれ？なんか似てるな、空の玉座の消息に。まぁ、ちょっと強引かもしれない。パンギア城のモチーフがフランスにあるシャンボール城で、その王国はかつて百合の紋章を掲げてた。で、その百合の紋章に似てる空の玉座に座るのがイム様で、普段は花の部屋にいる。じゃあ、百合の花とイム様の間には、こういう風に関係が出てくるんじゃないのかなと。で、百合を意味するリリーという名前の人物が、イム様と関係してないって考える方が、難しいんちゃうんかなって思ったんですよね。で、これらの描写から、やっぱイム・イズ・リリーなんじゃないのかと。ただですね、百合の花とこの神話っていうのは、まあ、結構密接に関わっているもので、実はギリシャ神話でヘラっていう、まあ、女神の象徴という、まあ、神がおるわけなんですけども、これビッグマムのところでもね、ゼウスに代わって出てきたのがヘラという名前でしたよね。人手間の鳴き声もヘラですよね。関係ないですね。
で、このヘラという神様の名前っていうのは皆さん聞いたことある人もいると思うんですよ。実は同じくギリシャ神話に登場するこのゼウス、全能の神ですね。で、このポセイドン、プルートのこの姉なんですよね。で、このヘラは神々の女王と言われるぐらい、まあ、とりあえずすごい神様やったってことを覚えておいてほしいんですよ。女王ですよ、女王。で、このポセイドンやプルートといえば、もうこれもうワンピースにめちゃくちゃ関わってくるわけじゃないですか。古代兵器、もうポセイドンとプルトン。これプルトとプルトンのことですから。って言われてますし、で、イム様は古代兵器とも深いつながりがあるんじゃないのかなってことをここで思えるわけなんですよね。で、この神である天竜人の最高位、五老星のさらに上であるイム様は、まあ、やっぱ言ってしまえば神々の女王的な立場でもあってもおかしくないじゃないですか。で、今回これワンピース読んでてすごい面白いなと思ったんが、アラバスタの王女、リリーを後継いだんが弟っていう話なんですよね。この関係性ってすごい昔からよく言われていて、実は我が国日本も、この卑弥呼って言ったじゃないですか、昔日本を治めてたね。で、この卑弥呼が、実は弟が実際の政治とかやっていたっていう話が残ってるんですよ。だからこの姉と弟という組み合わせがね、女王とかを表す時にはめちゃくちゃ出てくるんですよね。じゃあ、このヘラという女神なんですけども、夫が弟であるゼウスやった。で、浮気症のゼウスに怒り狂って、ゼウスの息子とか愛人を何度も殺そうとするぐらい、嫉妬の女神、ジェラシーがすごかったらしいんですけど、で、さらに、この神話においては、その神様を表す持ち物も一緒に描かれることが多いんですが、ヘラの特徴的な持ち物って、皆さん何やと思います?なんでだよ。王冠なんですよ。で、イム様って王冠っぽいこのシルエットが目立ちますよね。ヘラを象徴する星鳥っていうのがいるんですけど、鳥ですね。それがクジャクなんですよ。このクジャクといったら、ネフェルタリ、ビビが使っていたクジャッキーストリングスラッシャー。これは無理やりかもしらんけども、でもクジャクなんやなと思って、じゃあせっかくだから言っとこうと思って、じゃあなんでビビがあの技使ったんやろうなと、もしかしたらこのネフェルタリ級に代々伝わってる技なんかもなーとか思ったら、ありえるんじゃねと思ったんですよね。で、さらにこのヒーローっていう単語あるじゃないですか、英雄。これヒーローの語源ってヘラから来てるんじゃないのかって言われてるんですよね。ヒーローになることを嫌がるルフィと対極にいる人物としてイム様が存在してたら、トラおもろいなと。だってルフィって僕らから見たらヒーローやけど、本人は嫌って言ってるんですよね。まあ、ルフィって実際海賊やから、まあ言ってしまえば悪よりじゃないですか。っていうことは、向こうのトップはヒーローであってもおかしくないんですよね。じゃあヘラ、それをモデルとしたリリー、イムなんじゃないのかと、まあそういうことを考えたんですよね。で、ユリの花と神話の関係ってまだまだあって、このアラバスタの舞台というのはもちろんエジプトなわけなんですけど、このレインベースのカジノはピラミッドの形をしてたりだとか、あとはビビやコブラが住むこのアルバーナ宮殿はエジプトのアレクサンドリアのモスクにもうめちゃくちゃ似てるんですよね。もう絶対意識してると。なんでこの800年前のアラバスタの女王リリーはギリシャ神話のヘラをモチーフにしてるんじゃないのかと。で、それだけじゃなくて、アラバスタのモデルとなったこのエジプトの神話、この辺からモチーフになっててもおかしくないんじゃないかなと。で、エジプトの神話においてこのユリの花ってのは豊穣の象徴であるイシスという女神に捧げられていたものらしいんですよね。なんでこのイシスという女神について調べると、イシスというのは椅子という、まあ、意味があったらしくて、玉座を神格した女神って言われてるんですよね。で、ワンピースでイム様が座ってんのは空の玉座。もしかしたらイムって名前、彼の名前で本当はあいつカラさんかもしれない。だから空の玉座というわけじゃないんですけど、あの場所こそ世界の中心に位置し、誰も座らないことが平和の証と言われている、あの玉座に座ることが許されてるのがイム様なわけじゃないですか。ということは、リリーイコールユリの花であり、エジプトの神話においてユリの花が捧げられていたのは女神イシス。で、そのイシスは玉座を神格した女神。こっからもイム様はリリーなんじゃないのかってことが匂わされてるんですよね。ただですね、もしかしたら現在はイム様はリリーのこの記憶をほとんど忘れてる、いや全部忘れてるかもしれへん。だから空っぽになってしまった玉座っていうことを言ったのかなっていう。あの空の玉座の名前にも、なんかこのわざわざこの虚構の虚っていう字を当てての意味あると思うんですよね。普通に空とかでもよかったと思うんですよ。でもこの字を使ってることがなんか欠けてきてて、仕組みがね、伏線がそこに隠されてるんちゃうんかなっていうのが、まあ、思ったんでね、今日ちょっとそれ話していきたいと思うんですけど、まあ、というのもリリーってもしかしてジョイボーイに振られたんちゃうんかって思ったんですよね。まず荒野がボケ出したぞと思った人おると思うんですけど、実はこれ理由があって、
って、このコブラが言っていた、実は800年前の彼女の短い手紙が代々王家に受け継がれているのだが、っていう話があったんですよ。で、今週登場したね、このアルバサ王家に代々受け継がれている手紙が、実は D の一族だったジョイボーイの、実はラブレターやったんちゃうんかなって思ったんですよね。だから今週簡単にわからんかったと。そもそもこのアラバスタに帰ってこなかったんですよね、リリーは。でも手紙だけなぜか残ってると。ってことは、リリーが二重の王国にとって敵であるジョイボーイに向けて書いたが、出されることがなかった手紙なんじゃないのかなと。正味猛殺なんですけど、空白の100年にこんなことあったんちゃうんかなってことを思いついたんで、まぁ、ちょっとみんなね、根拠とか、いやもしかしたらこっちちゃうか、東亜みたいなことあったら教えてほしい。このリリーは敵対してるジョイボーイに対して一方的に思いを寄せましたと。で、ジョイボーイはルフィのように恋に対して無頓着であり、まああっさり振られちゃったと。まぁ、それ想像つくじゃないですか。その結果、リリーはジョイボーイに向けて書いた短いこのラブレターを渡すことなく、ユリの花言葉である復讐とか呪いのようにジョイボーイが他にポセイドンとか魚人島の姫とかになんか好意を向け取ったら、うわー、しっとり狂っちゃうっていうことで、自分の持ってる力、イム様法とか、もしかしたらプルトンとかで巨大な王国を消し去ったんちゃうんかなと。で、その際にジョイボーイを守ったのが、やっぱこのポセイドンやった人魚姫やったんちゃうんかなと。人魚姫がジョイボーイを守った結果、現在ではポセイドンへの憎しみとか、ジョイボーイと同じDの一族への憎しみだけが残ってしまって、空っぽのイム様になってしまったんじゃないのかなということを、まあ思ったんですよね。根拠のない妄想なんですけど、まあ、実際白星の写真に剣を立てたりだとか、ルフィや黒ひげの手配書をビリビリに破いていたのも強い復讐の思いが残ってると思うんですよね。まあ、リリーの呪いによって魚人たちは海の底に行けなくなったと。だからジョイボーイは謝罪文を残してるんじゃないのかっていうことをね、思ったわけなんですよ。何よりマリージョアの国宝として伝わるこの巨大な麦わら帽子は、過去にジョイボーイからリリーがプレゼントとしてもらったものだから、大事に大事にあえて保存しているんじゃないのかなってっていうことを思いましたね。ビビの写真を見ていたのは、なんか記憶の手がかりになるようなっていうことを思ったんじゃないのかなと。はい、まあというわけでですね、まあ最後はちょっと妄想にお付き合いしていただいたんですけど、結構まあ今回いろいろ調べたんですけど、まあ、これ検証していく結果としては、やっぱりイムイコールリリーほとんど確定ちゃうかなと思ったんですよね。これ皆さんどう思ってます？面白かったらまたね、動画でも取り上げていきたいんで、まあ、ぜひコメントいっぱい書いておいてください。でね、僕は、ビゴライブとか、まあ、ツイッターとかもやってるんで、まあ、ツイッターね、もうちょっと、このコイッキーさんいない間に、ちょっとフォロワーの差を埋めといてくれると助かるんでね、僕のツイッターね、今日のコツとおもろかったよ、私はぜひ、フォローのほどよろしくお願いします。それでは、See you! I'm